7月4日、砥部町文化会館で第43回砥部町文化会館友の会講座、砥部12ヶ月、この町の魅力が行われました。砥部町文化会館友の会では、平成20年4月から砥部町の文化や農林を含む経済など多岐にわたる内容の講座、砥部12ヶ月、この町の魅力を行っています。今回は愛媛大学高橋二郎名誉教授を招き、中央構造線砥部商城断層についてと題した講演が行われました。砥部商城断層がいつぐらいに見つかって、で国の天然記念物になったいきさつだとか、で砥部商城断層ただ単にここにあるということだけじゃなくて、実は中央構造線の活動の歴史、これ活動しているんですけど、それから見ていくと最初に違う岩石が断層で境して、でそれが次々と動いて、で北から南にのし上げるような砥部商城断層ができたというのが、また一つの西南日本の地殻変動の大活動なんですよね。でその辺 の意味も込めて、ただ単に割れ目があって砥部商城断層ですというだけじゃなくて、その活動が西南日本の地質構造を形成した、その意味なんかについてもお話しさせていただこうと思っています。中央構造線は900キロから1000キロだって言われるぐらいの長い断層なんですけども、断層そのものが川底にあるような形で見えるところにはもう限られてて、ほとんど見えないんですよ。それでちょっとでも見えたら市町の天然記念物になったりするぐらい でここはもう見事に断層が見えるということと、それから他にはないいろんな地層があると。で他はもうそういうふうに豊富な地質資料としての堆積物とか噴出物がないんですよね。だからここはそういう意味で調べる上ではもうメッカ、いろんな面白い岩石があると。その頃学校では習えないことが分かったので良かったです。今日の講演を聞いて大変参考になる立派な講演だったと思います。来場者は身近にある断層の話に興味津々の様子でした。